カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州、オカナガン・オカナガンは、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州の地方名であり、オカナガン湖のある地域及びオカナガン川流域のカナダ側の地域を指す。しばしばオカナガン渓谷、オカナガン郡などとも呼ばれる。中心都市はケローナで、この地域全体の人口は35万927人。 オカナガンはこの地域の先住民族の名前でもあり、オカノガンとも表記される。カナダ唯一の砂漠がこの地域にあり、温暖で乾燥した気候や、眺望のある湖岸地域のライフスタイルで有名。近年では引退後の年金生活者が増加している。ボートや、ウォータースポーツ、スキー、ハイキングなどのアウトドアリクレーション産業による、経済が中心である。また農業は、 果樹栽培が盛んで、近年では、どう園やワイナリーが増えている。アメリカ・ワシントン州のナガン群と南で、隣接している。オカナガン地方は、下記の3つの行政地域からなる。オカナガン地方の北に、トンプソン・ニコラ地域があり、ブリティッシュ・コロンビア州として大きく地域分けした場合、トンプソン・オカナガン地方として分類される。ペンティクトン近郊のオカナガン地域眺望。 オカナガンではワインの生産が盛んであり、ワイン卸商品出動名による原産地故障地域の一つ、ブリティッシュコロンビアベカのリージョナルアペレーションとなっている。BC Stats サブプロビンシャルポピュレーションエステマイツ。ありがとうございます。